大分の皆さん、馬場健二です。お久しぶりです。お願いします。馬場健二さんは大分トリニータ元キャプテン。2018年にはチームの J1 復帰に向けて大きく貢献してくれました。当時の愛称は男馬場健二。今回も熱い男が大宮戦を熱血解説です。今日は大分からしたらすごいやりにくいです。僕、大分の時に昇格しましたし、他のチームの時に最終節で残留決まったことも何回か経験したことあるんで、同じぐらいの順より上の相手でやった方がなんかやりやすいんですよね。だから今日の大宮からすると、プレーオフかかってるトリニータって、本気の食ってやろうっていう戦いに来ると思って、だすごいトリニータとしてはやりづらさあるんですけど、やっぱ一つ乗り越えなきゃいけないとこじゃないかなと思いますね。大分のフォーメーションは 3-4-2-1。 ディフェンダー坂圭介が今季初出場です。結構でも野竹選手多分サイドハーフなんですけども、前線の方まで行ってるんで結構前がかりかな。坂選手も結構前まで取るんで、ボールが多分もう各駅停車なんでスライドがめちゃくちゃ楽ですよね。あれがなんかワンタッチ返ってきたり縦パス入れて落としてスピードアップがあったらちょっと怖くなるんですけど、結構選手間ででもすり合わせてる感じですね。結構ポジション近い選手で話し合う時間結構多いんで、やっぱいくら監督が全体に見えてるとはいえピッチ内でこう起こってることって選手間で解決した方がいいと思うんで、やっぱヴィッセルの大迫選手じゃないですけど、やっぱあえて伊佐選手があそこで起点になることで周りが生きるんで、伊佐選手の存在大きいです。前半23分、野竹純也から右サイド伊佐康平へパスこぼれたところを弓場正樹がシュートもキーパー正面。意味ないんですよね、あのパスが。で多分なんですけど守備陣町田選手がツートップ左になるんですよ、伊佐選手右になるんですよ。あれ逆の方がいいと思うんですよね。結局その流れでポゼッションになると梅崎選手と町田選手同じラインに入る、そこがもう少し左右にいてくれたら右での起点ももうちょい作れると思うんですけど、でも今坂選手中いるんでよく分かんないですよ。これちゃんとした規律の中での自由っていうのが一番やっぱ大事で、ちょっともちろんただただみんなバラバラにやってるわけじゃないですけど、みんながちょっと近すぎるっていうのも。両チーム得点できないまま前半を0対0で折り返します。守備に関してはこちらはそんな慌てず45分やれたと思うので、サイドから あのクロスに中にしっかり伊佐選手プラスアルファが関われる形を作れるようにちょっと後半は攻撃期待したいなと思います。後半7分、キッカー梅崎司のボールは伊佐康平が頭で合わせるも枠の左へ。続く8分、敵陣中盤で梅崎伊佐でボールを収めるとキャプテン司はそのままシュート。ここはキーパーに阻まれます。決定力に欠けるトリニータ。後半途中フォワードの長澤駿、そしてドリブラー藤本和樹の2枚を投入。伊佐選手残してるんでより長澤選手は真ん中でクロスっていうところだと思うんですけど、もうすでに上げてますけど、どっちにしてもサイド攻撃は重視してますよね。でも伊佐選手の役割ちょっと変わるかもしれないですね。さらに39分、も右坂圭介のクロス、長澤駿の手前、相手ディフェンダーに阻まれます。するとアディショナルタイムのコーナーキック、大宮がこのワンプレーを決めて先制点。マジ、このトリニータの猛攻も届かず大宮に0対1。
J3 降格圏のチームに取りにいた痛い敗戦です。まあ、正直かなりネガティブな敗戦ではあると思うんですけど、じゃあ下向いてるかってその時間もないと思うので、やっぱチームとしてあのここからの前向きな姿勢っていうのはすごい、まあ、こんだけ今日も9000、1万人近くの人が見に来ている中でやっぱプレーしているので、そういうプロとしての責任感みたいなところはすごい問われるんじゃないかな。試合終了後、梅崎キャプテンに馬場元キャプテンが熱血インタビューです。内容的にはずっと取りに行ったペースだったと思うんですけど、まあ、なかなか得点奪えず、あの悔しい敗戦になったと思うんですけど、いやもうめちゃくちゃ痛いです今日の敗戦は、うん、まあ試合前もね話してたんですけど、内容よりも結果だよっていう話をしていた中で、ああいった形でね最後失点食らって引き分けじゃなく敗戦、まあ、これは本当チームにとって本当に痛いです。はい、もう少しこうできたらもっと良かったっていうところありますか。まあ、後半のやっぱ交代カードを含めて、やっぱどうやっぱり自分らがギアチェンジじゃないですけど、もっともっとこう迫力あるこうゴールに迫っていくようなプレーをね見せていくかどうかっていうのは非常に大事だと思うし、うん、特にま疲れてきてる時間帯ではあるんですけど、奪ったボールを簡単にあの失うっていうシーンがすごく多かったし、でそこでやっぱりしっかり相手は起点を作ってカウンターをするのか、もしくはこう押し込んで時間を作るのかっていうところはやっぱ相手の方がやっぱり巧みだったかなと思うので、そこはね、まあ、全体としてもそうですし、さっきも言いましたけど、ここもやっぱり判断していくことが非常に大事なのかなと思います。ここからチームとして、あとはキャプテンとして大事にしたいことっていうのをお聞きしたいと思ってます。いやもう何ですかね、シンプルに勝つ意識だと思うし、まあ、本当勝者のメンタリティじゃないけど、やっぱりそれをもっともっとね選手個人個人が力強く持たなきゃいけないと思うし、なんだろう、出てない選手も含めて試合を変えるんだって思いをね常に日頃からどう思えてるかどうかだと思うので、まあ、僕はやっぱそういう選手でいたいし、なんだろう、いくらベテランだろうと、まあ、そこにこだわっていきたいなって思うので、まあ、僕自身も、はい、それを達成できるようにやっていきたいです。あのここから5試合トリニダのもう一回巻き返しを、期待しているので、もう一度頑張ってください。いやもう絶対やります、頑張ります。はい、ありがとうございます。よいしょ。勝ち続けることで見えてくるものは必ずあるし、あのまだ終わりましたっていう状況ではないので、今梅崎選手の目も死んでなかったですし、あの他の選手と話してももう次を見据えてたので、あのまだまだ期待できると思うし、ここから取り戻せる5試合にしてほしいなとすごい思いました。ホーム負けてしまいましたが、 J2 残り5試合ですかね、はい、最後まで戦い抜きたい。もうみんなで選手の後押しをお願いします。次の試合は放送日の今日午後3時からアウェーで東京ヴェルディとの対戦になります。強豪ですよね。もう本当に負けられない戦いがもうずっと続いているので、ぜひ勝ち点3をつかみ取って帰ってきてほしいですね。 J1 昇格プレーオフ圏内に向けてまだまだ応援していきましょう。トリニータが2008年に優勝した山崎ナビスコカップ、現在 J リーグ YBC ルヴァンカップに、その準決勝、九州からアビスパ福岡が勝ち上がっています。こちらも注目です。鶴見ジュニアサッカークラブです。全力で頑張ります。せーの、ヒルゴーゴーター。キックオフホイター。今日開幕した燃ゆる感動鹿児島国体。サッカー競技に出場する少年女子の県代表チームは10月13日に岡山県代表と対戦します。初戦が岡山県に決まったということで、岡山県は強豪県の一つであり、難しい試合になるとは思うんですけども、5月に、練習試合をさせていただいたときは3対1で勝ってますので、あの決して、勝てない相手ではないかなというふうに思っております。でこれまで、女子サッカーがベスト8が最高位になりますので、
まずは岡山に勝って、その次も勝って、まだ到達したことのないベスト4を目指して頑張りたいと思っております。チーム大分として激励を受けた選手たち、本大会にかける意気込みを伺いました。関西に遠征に行ってレベルの高さを知り、改善に向けて頑張っているところです。初戦は岡山で苦しい試合になるかもしれませんが、一戦一戦全力で戦い、ベスト4以上を目指して頑張りたいです。無失点で抑えるために体を張ってチームに貢献したいです。後ろから組み立ててもらって、前でボールを収めてフィニッシュまで行ってしっかり点決めたいです。チームが苦しい時に点を決めてチームの勝利に貢献できるように頑張りたいです。先日、関西遠征の方にも行ってきたんですけども、カテゴリーが上の相手と対戦をして、レベルの高い課題をいただいて帰ってきましたので、それを練習でですね修正をして、さらにチームの完成度を上げて本番に臨みたいなというふうに思ってます。国体ベスト4以上目指して頑張るぞ。おー